聞いてがってん下町シマウマラジオ。はい、皆さんこんにちは。第26回目の、シマウマラジオ。このラジオは、つながりを増やしながら下町の未来の生き方を考えるをテーマに、ご意見番大輔こと有限会社人事労務代表の矢作と、私金野がゲストをお招きして語り合います。社会貢献と利益追求の両面を大切にする、ゼブラ企業をモチーフに、シマウマをマスコットに、しているこのラジオ、働くことと生きることそのものを深く楽しく考える、そんな時間にできればと思います。じゃあ本日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今回はですね、自然から学ぶ、多様な社会と私たちの生き方、目に見えないものをいかに扱うか、その姿勢をお伺いするをテーマに、好気性微生物のエンジニア、安武明さんとの、対談をお送りいたします。安武さんがですね、どのような思いで、活動をされているのか、日本の農業の実情にも触れながらですね、本日はお伺いしたいと思います。はい、それでは早速ですがご覧いただければと思います。 VTR お願いします。皆さんこんにちは。今回のシマウマラジオは、自然から学ぶ多様な社会と私たちの生き方、目に見えないものをいかに扱うのか、その姿勢というテーマでですね、好気性微生物のエンジニア、安武明さんをお招きして、お届けしたいと思います。安武さん、よろしくお願いいたします。こちらです。よろしくお願いします。あの、安武さん自身はですね、あの、私たち、普段ご縁いただいているのが、実はその田心カフェを通してですね、毎月あの立派なお野菜と、あの、私も大ファンなんですけれども金太郎卵を、お届けいただいているっていう背景もあるんですが、お仕事としてですね、その好気性微生物を生かした、農業や水産畜産業のご指導をされていらっしゃいまして、その、まあ、ご指導されている農家さんがイタリア・ミラノの国際万博に、出展されるなど、本当に国内外で、ご活躍をされているいらっしゃいます。今日はですね、福岡からですかね、地元の福岡から、入っていただいているんですけれども、ぜひですね、その安武さんご自身が、まずその好気性微生物とは何かというところも含めまして、安武さんのこの自己紹介というところをお願いできればと思っております。よろしくお願いします。まあ、好気性微生物というと、その非常に、まあ説明が難しいんですけども、簡単に言うと、まあ、地球が誕生して大体40億年ぐらいになるんですけども、大体38億年ぐらい前に、その海から要は陸にその生き物が上がってきたと。その中で生まれたのが好気性微生物群ですね。で、好気性微生物っていうのは名前の通り、その空気を好む菌、まあ、好気性の微生物、空気を好まない菌、嫌気性微生物、もう一つは複合微生物っていうふうなものが、まあ、大きく分かれるんですね。で、その好気性微生物っていうのは、要は空気の中で浮遊して自分で動くことができると。嫌気性微生物っていうのは、要はそのもう何かのものに付着する、例えば指とか、はい、何かのものに付着して動くことができない微生物。だからもう一つは、その例えば、道端に猫の死骸とかがあった場合っていうのは、それがその亡くなっていく過程っていうのに、一つは腐敗して物が亡くなる、土に還る、はい、もう一つは酸化して土に還る。はい、で、好気性微生物っていうのは分解させる菌ですので、分解のものが促進されます。で、空気中にいますからものすごく小さいんですね。例えば嫌気性の微生物が、例えばリンゴぐらいの大きさですと、好気性の微生物はだいたいマッチ棒ぐらいの大きさになります、比較すると。で、要は皆さんあたりが、その分からない、その目に見えない微生物っていうのものを身近に感じない理由っていうのものは、やっぱり見えないし、何の反応もないし、匂いもないしっていう、そこで全然気づかれないわけですよ。でもやっぱりその空気中の中には
何万何十億っていうその要はその見えないものの微生物っていうのは解明されてない微生物っていっぱいあるわけですね。だからその NHK の、まあ、年明けのスペシャルでその言われてましたように、はい、超進化論ですね、微生物から物事が始まるっていうことが見られたと思いますけども、はいはい、私の恩師っていうのはそれを昭和54年にそういう論文とかなんとか出してるんですよ。この合成微生物の重要性とか菌の重要性とかいうふうなものをですね、うんうんうん、でもそれをやっぱり感じないっていうのはそれはやっぱりその私は それなりに何て言いますかこの合成微生物っていうふうなものにその魅力を感じた中で試してきてますの でその中でやっぱり見えない微生物のその凄さっていうようなものは体験してますので、うんうん、今もその仕事をやっていくんですけども、うん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 、一方その一般の人たち例えば病院の先生にしても何にしてもそうなんでしょうけどもやっぱり嫌気性の菌しかご存じないです。嫌気性の菌ってのはどっちかというと病原菌に近い菌ですよね。だから皆さん方が要は夏場になって物が腐敗して臭いがするっていうのはそれはほとんど嫌気性の菌の働きですよ。だから嫌気性菌が悪いっていうわけじゃないんです。腐敗させる菌が嫌気性の菌、合気性の菌っていうのは空気中にいますから、だからそれをその何て言いますかね、まあ、コロナ禍が入って要はその殺菌とか除菌とかそれから手洗いをその進めるということがあるんですけども、それが果たしていいか悪いかっていうのは今後何十年先にしか出てこないです結果的に。まあその簡単に言うとその微生物っていうのは人間にとってはなくてはならないし植物にとってもなくなり地球にとってもなくなる。だからテレビでは言ってたはずですよ、地球の状況を浄化をやってるのは微生物だという。もう本当にこう微生物というものが、まあ、私たちの体自体がもうそこからこうできているっていうところも、もうお話ももちろんあったんですけれども、安武さんご自身がこうお仕事としてどういうふうにこう生かしてらっしゃるのかというか、どういうふうに扱ってらっしゃるのか、共に生きてらっしゃるのかっていうところはどういった形になるんですかね。それは難しいですね、うん、私はもともとはその建築土木技師ですので、うん、やっぱり私はその当時はそうですね、毎月一遍その全然その微生物とは関係ない建築の世界ですので、うんうんうん、ある大手のメジャー その石油会社との取引がありましたから、いつもお台場に行ってたわけですね、うん、まあ、とことそのやってるうちに、まあ、ある日そこの部長の方がまあ今日その福岡帰るかって言われるから、いや別に泊まっても構いませんということで出会ったのがその私の恩師ですよね。へえ。恩師の方からまあ 100ページぐらい その微生物 その資料をもらったんですけども、うんうん、その当時は私なんかも微生物ってなんか興味もないし、うん、もないし、一応そのお話をまあ聞くんですけども、聞いた中でやっぱり失礼ですから、そのやっぱりあなるほどすごいですねとかそういう相づちは打つんですけど、うんうん、全く頭に置いてないですよね、うん、その当時はですね。だからその頃はちょうどバブルがまあ崩壊して、ちょっとその建築業界に関しても要は落ち込んでいってますので、うん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 、まあ、時間があったんで、まあ、たまたまその机の端に置いてあったその封筒を開けて、これは何だろうと思ったら、その微生物の説明書だったんですよ、うん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 。その時初めてですかね、最初から最後までゆっくり時間をかけて、うん、読んだのは。で、これを読んでいくうちに、これがもし本当だったらすごいと思ったんです。だからその日午後だったと思うんですけど、すぐそのまあその紹介してた文書の先生に電話を入れて、まあ覚えていただいてましたんで、いや翌日ちょっとそのお会いしたいと、そっちに行きたいんですけども時間取っていただけませんかってお願いして、まあ四谷の方まで行ったという形ですね。そうだったんですね。それがスタートです、一番。あ、本当にでもその時点でこう安武さんの中に何かこうこれだっていうものがまずあったからこそのこう一歩だったわけですよね。いや、きれい事で言うわけじゃないんですけども、はいはい、やっぱりその文面を見てその感じ
はい、これがだから先ほども言いましたように本当だったらすごいなと思っただけのことです、うん、そういうことです。本当だったら、うんうんうん、だからその先生とよくあって言ってじゃあここに書いてあるものを私は全部自分で試していきます。まあその当時はあの建築関係である程度の会社もその蓄えもありましたし、はい、とにかく試していったわけですよ、うん、ずっと、うんで試す中で何をやったかというと私はもともと頭がいい方じゃないですから学者でもないし研究者でもないですので、うんうんうん、要はそれを試していくとほとんどが失敗するわけですよやっぱり全部、うん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 、でそのやってるものに対してレポートをきれいに書いていくと、何月何日何分にこういうことをしたと、うんうんうん、で観察もしてますよね。1日だったら写真も撮ってますから、うんうん、要はそのこういう具合になってそれをずっと書いていくわけですよ。ところがそこに書いてある結果として書いてある素晴らしいものが、うん、私がやったときは結果として素晴らしいものにならないわけですよ。でそれを要はその電話を入れてその要はなぜ失敗したかってこんなそのまだテレワークとか、うん、いや分かりましたと、そしたらそれをレポート持ってそのまた行きますと、そっちに何月何日何時に行きますと、うんうんうん、行き便で行って10時から昼食を挟んでだいたい5時ぐらいまで、うん、なぜ失敗したのかと、なぜその僕が言われた通りの資料に書いてないかと、その応答が始まるわけですよ、うん、その、うん、まあ、うん、先生は学者さんですから、はい、うんうんうん、でその時に感じたことっていうのは学者さんのものの考え方と、うんうんうん、私は学者でも何でもないですから、うん、現場の人間ですから試していくわけですね、うん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 、そこでギャップが出るわけですよ。例えば一番最初にやった実験というのは、当然その水槽の40リッターの水槽に水を入れてですね、そこに微生物を入れて油の分解とか、はい、トレイの分解とかという実験をやっていってるわけですよ、うんうんうん、そこに書いてある通りにやってるわけですよ、うん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 、ところが失敗するわけですよ。でそのレポートを先生に見せて今度は先生から質問があるわけですね。どういう質問かというと、この、 水は何の水を入れたんだと、うん、はい、何の水ってそんなもん書いてないですよ。水って書いてないわけですから、うんうんうん、いや正直にその水道水を入れましたよと、はい、いや水道水を入れて何分後にそのうちの微生物を入れたんだとはありません、うんうん、何分後も何も書いてありませんからすぐ入れましたよと、うん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 、あ、じゃあこれが失敗の元だなというのが出てくるわけですよ。何失敗したんですかと、いや水道水の中には次亜塩素酸ソーダが入ってるカルキですね。でそういう話になって今お前多分それが問題だと、うーん、だから先生に言ったのは、先生ほらすみませんけどこれそんなことどこにも書いてないと、うんうんうん、水は何の水を使いとか、うんうんうん、その後水道水だったらどれくらい置けとか、うんうんうん、書いてないよ実際。でも先生の場合はその一つのメカニズム、生物のメカニズムで多分こういうことになって理論で多分こういうことができるだろうということを資料100ページでまとめられてる、うん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 、で理論は私には通用しないわけです。現場の人間ですから、はい、結果が全てですので、うんうんうん、ですからその先生の方がその、まあ、非常に私の場合はそのレポートを書いて細かくやってその質疑応答が、まあ、はい、現場の人間と、はい、物を作った学者さんとの間でそのワンツーマンのやり取りが始まってくるぐらいするから、うん、約7年間そんな資料、例えば河川の浄化についてもですね、うんうんうん、実験しようと思ったら何百万っているわけですよ、うん、でもそれをやるざるを得なかったと覚えるためには。だからその先ほどの水槽に戻りますけども、今度はそれを持ち帰ってそのジア、まあ、同じ水道水を使って一晩置いてジアを飛ばして、うん、それから微生物を入れて、うん、同じ実験をやったわけですよ。バッチシです。で、その一番最初の実験でそういう改善をしたがるためにそのうまい具合に行ったんで、うんうん、いやこれは素晴らしいと、うんうんうん、もうそこで決めちゃったわけですよ私は、うん、もうこれをやると。だからその改善の余地っていうのは研究者と現場の人間っていうのは違うわけですよ、はい、やっぱり、うん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 、だからそれをすることによって先生を責めたりとかなんとかしたことないんです、うん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 、だから先生もやっぱり
勉強されて、なるほど、現場ではこういう違いが出てくるとか、だからそういうふうな形で、要は私が行くって言った場合っていうのは、先生は全部他のものをキャンセルして、私のために時間を取っていただいた。そういう関係性からだったんですね。そこからも安武さんご自身がこう、まあ、7年間の積み重ねの後に、それこそこう生産者の方と一緒になって、こうさらに現場というか一つ一つのこう関係性がいろんな地域にできてきたっていうところだと思うんですけれども、そのあたりのこう変化っていうのはどういったきっかけからだったんですか？それはまだ先生がもう亡くなって15年ぐらいになりますけども、先生が亡くなるときに、それでまあ、一緒っていうか、まあ、息子さんがいらっしゃいますので、その息子さんの方から、要はその親父さんの遺書の中で、日本人はエビが好きなのに、要はそのエビをやってるタイですね、タイランド、要は日本人がエビが好きなのに、要は商社はもう買って買いまくって、あとはほっぱらかしだと。タイでは公害の大きな問題になってるんだと、これをこの微生物で何とかできないかっていうことを、その、まあ、息子さんあたりは昔からずっと言われたらしいんですよ。それで息子さんの方から、そのタイの方でそういうきっかけはできないかっていうことで、私に依頼があったもんですから、その頃タイに私の友人がいましてですね、タイのチララコン大学っていうのがあるんですけど、国立の、はい、チララコン大学 その水産学部の部長、ドクター・デラサカっていうのを紹介いただきまして、エビの養殖場で その実験をしたいと。で、その頃 そのエビ の例えばタイ そのエビ その栽培事情っていうのは、それは自分なりに勉強しましたよ。どういう状況になってるかっていうのはですね。そうすると最初に池を作ってエビの養殖をやるんですけども、それはだんだんその何て言いますか、一番最初はその 100% じゃなくても、まあ 95% の回収率ができたんですけど、だんだんエビがその病気になって死んでいって、大体3、4年経つと 60% ぐらいになるわけですよ、回収率がですね。で、今度はそれを回収し、病気になったり、エビが育たなくなったらどうするかって言ったら、その次に魚を飼うわけですよ。はい。で、魚も要はどんどんその回収率が悪くなってくるわけですよ。で、魚も飼えなくなったら、次に何をするかってなったら、そこは今度は塩田になるわけですよ。もうね、塩田を取ったら、農作物は作れないし、要するにその魚のエビとかできないんです、で、だんだんそれが土地が内陸部に入ってくるわけですよ、で、そういう話をドクター・ゼラサカと聞いて、何が原因なんですかと、その、やっぱりエビを飼いますから、餌をやらなきゃいけないでしょ。ところが、エビが 100% 餌を食うわけないわけですよ、池ですから。で、そのエビも糞をしますので、糞も下に堆積するわけですよ。はい。そうすると、そこで病原菌が生まれてくるわけですよ。そこで初めてその好奇性、まあ今までその水槽実験でやってることを、はい、その実際の広大な広さのエビの実験場でやるわけですよ。もちろん協力を得て、まあその当時の堆積した化学物質とか、糞とか、そういったふうなものを、その好奇性微生物でやった場合は、要はその分解してきれいになっていくわけですね。なってない菌、その池っていうのは同時並行で実験しますので、例えばこの池、どうですかね、1000平米ぐらいの池を2つ用意するわけですね、はい、別々のところ、はい、で、稚魚を、要するにエビの稚魚を例えば80万匹とか、同じ池に入れるわけですよ。で、同じで餌をやっていくわけですよ。そして今度は回収してその量を測っていく、それからそのエビ その例えば大きさが、はい、姿、そういったものの、まあ、資料も全部残してますけども、もう全然違った。そうだったんです。そこからなんですね。で、それをずっとやってるうちに、例えばその当時、その農業っていう、まあ日本の農業でも世界の農業でも同じなんですけども、
要はその果肥料、田んぼとかその畑に対して肥料とか、まあ、その頃っていうのは日本でもその畜産の堆肥っていうのは大量にその畑とか田んぼに入れてたわけですけども、はい、これをその例えばどっかで実験したいと、畑の方の需要がですね、これをやったのはその私の場合はあの生まれが長崎の伊佐屋ですの で、でそこの柴原 の、 そのある農家さんの一端のところから始まったわけです。そういう背景だったんですね。それは農家さんはその農家さんもその建築関係の社長の紹介を得て私は会いましたんで、農家さんはめちゃくちゃ機嫌悪いですよね。何かこう農家さん自体がこう課題意識みたいなものがあったわけではなくて、もう安竹さんご自身がそこでやらせてもらえたらっていうところから始まったんです。やっぱりその農家さんの中でも、はい、どっちかっていうとなるべく化学肥料を使いたくないとかっていう農家さんと、はい、まあ、その建築会社の方で紹介していただいたって、そのいいものを作りたいという気持ちは2人とも同じなんですけど、はい、一方はそのなんていうんですか、その微生物の話をしても理の字もわからない、それはその全然知らない人に自分の畑を実験台にされたくないっていうのはやっぱありますよね。でやっぱりそうするためには農家さんとスキルシップを取らなきゃいけないじゃないですか、はいはい、まずその微生物を作る前に、はい、だからうちの微生物っていうふうなものを使うときに、まあ、その時用意していただいた鶏粉とか、はい、米ぬかとか用意していただいて、その微生物をそこでその増殖させて資材を作らなきゃいけないんですよ、それを農家さんととにかく汗を一緒に流してやったと。でそのまあ20日間ぐらいで試合が出来上がりますので、毎日その1トン、あの頃一番最初の時は3トンぐらいだと思うんですけども、はい、毎日1回その3トンをそのスコープで返さなきゃいけないんですよ。返さなきゃいけないというのは空気を入れなきゃいけない、うちの菌をするためには、でそれがまあ お互いにその農家さんも汗をかき、私も汗を同じところで長靴履いて臭いその鶏粉を混ぜてやってましたから、そこで農家さんと信頼関係がある程度できたわけですよ、それもまず一旦のその畑の中で人参とほうれん草だったと思いますけども、はい、同じ日に要するに種をまいて、同じ日にその他の畑でも同じ従来通りの栽培の仕方がありますからね。でうちの微生物を入れた畑とその従来通りの、その当時はそこの方は化学肥料はやっぱり使われてなかったんですよ、はい、だからもう一つはその今までの牛糞なのかそのトンプンなのか鶏糞なのか分かりませんけど、今まで通りをやっていただいて、そうすると成長過程とかずっと観察できますよね、それは単にその大きさとかそういうものじゃなくて、要するにその葉の色、はい、そういうふうなものをずっとチェックしてできるわけですよ、それで大体ほうれん草の場合は発種してそれから大体70日っていうことは、まあ、2ヶ月ぐらいでもうその収穫出てきますので、はい、でその時にどういう現象ができたかというと、うちの微生物の場合は遅い、芽が出ていたりとか成長がものすごくある、あそうですね、発芽してから2週間ほどはその成長が遅いんです。はい、これはなぜかということで、今度はその許可を得てそのほうれん草の根元を掘りますよね、それからその一般的なそのほうれん草っていうのものはやっぱり早いわけですよ、ものすごく、じゃあうちのやつは劣勢になるじゃないですか、成長が遅いんですか、はい、で両方の根を持ってきてた時に何が違ったかというと、成長の遅い微生物を入れたところのその野菜とかそういったものの根っていうのがものすごく横に広がってる。へー、はい、ところが今度はその微生物を入れないところっていうのは根が細いんです、立ってない、そうすると農家さんもそれを見てなぜと、で、まあ、それはそこで終わりました。で今度はそれ後をずっとまた観察していくと、
大体ですね、ほうれん草でいった場合は葉がそうですね10センチぐらい伸びた時点から、はい、一気に今度は後ろ微生物を入れたところの方が多くなっていく。で、今度は葉の色は薄いグリーンです。で、一番単位だけを入れたところっていうのはもう何て言うんですか、緑のきついもの色になってきた。で、これは後で推論として言えることっていうのは、植物は種をまいたときに、要するにすぐ近くに要は栄養分があると根を張らない。そこで成長するための栄養素が吸収できるから。ところが、うちの微生物で入れた場合は、その、まあ、鶏粉といったら窒素分がものすごく多いわけですけども、それをほとんど分解していきますので、その根が生えたときに、そのほうれん草は伸びなきゃいけませんから、伸ぶために要は根をよく余計張っていったと、その違いだろうというのは、後で推測できたんです。他のいろんなものを見ても、みんな同じです、そういう形状的なものは。それで2ヶ月経って今度はどういう実験をしたかというと、まあ、収穫時期になりましたから、もう葉の色が全然違うというのがまず一つ、その次にほうれん草の今度はえぐみ、これはそのもちろんその生で食べていくわけです、補助でですね。そうした場合農家さんともうなずくのはえぐみないよねと、こっちの方は、こっちの方はやっぱり口に入れて食べた後に口に何か残るよねと。でもそれはその個人差がありますから、はい、じゃあちょっとこれを湯がいてみようと、2つ鍋で、同じグラム数で、そうするとその畜産体だけでやったところっていうのはやっぱりほうれん草ですから、アクが今度は浮いてきますよね。うちがやった場合っていうのはアクはほとんど出ないです。だからこういったことを試していったら、その農家さんともそのほうれん草、まあ堆肥まで作っていって農家さんとその時に行った場合は3ヶ月から4ヶ月の付き合いですから、納得しましたよね、ある程度、ある程度、よし、ほんなら今度は根物でやってみようとか、そこからじゃあ本当にいろんな土壌に展開が広がっていったっていうところなんですかね、その農家さん。そうですね。そうすると今度はその農家さん その知り合いにおられたその農家さん、大体4農家さんぐらいですか、それもだんだんこう使い出してきましたよね。そういうことですね、そこからですね。だから私と思うとしては、一番感謝しなきゃいけない一番最初に、農家さんをやってくれた、はい、その境農芸さんを通して、はい、今度は境農芸さんがその使用方法を他の農家さんに教える、はい、そういう仕組みを作ったんですね。そうなんですね、だから材料も境のその、はい、A という農家さんに卸して、はい、それからその農家さんから C の農家さんにそこのある程度マージンが取れるような、そういうやっぱり一番最初に苦労した人が身になるようなものをしないと、それからもうワンツーマンでその微生物っていうのは例えば翌日休園する時がありますから、はい、近くにその酒井さんがすぐ教えてもらいますので、そういうのもお願いしたわけですよね。日本の農業っていうとちょっと大きいのかもしれないんですが、安竹さんご自身のこうどのように見られてらっしゃるのかっていうのをお伺いはしたいなと思っているんですよね。まあ、日本の農業も世界の農業も要はその体にとって野菜が必要だということの中でそのいろんな農業をやっていって、その栽培、それからそれをその売るというふうな一つの その一連の作業があると思うんですけども、ただその今 その大きく分けて日本の農業が大きく変わったのは戦前と戦後では大きく変わってますよね。戦前というのはものはそういうその化学肥料とか、はい、そこで農薬とかっていうのはほとんどない時代でしたので、例えば農薬に代わるものっていったら、例えば唐辛子とかニンニクとかをすりつぶして、はい、それを発酵させて要はその
病気の中にかけていくとか、うんうんうん、そういう自然のものを利用した中で昔の人たちっていうのはその農作業の消毒液として、はい、その虫が逃げていくような生地剤、うんうんうん、生地剤というようなものを作ってやられたわけですよ。そうなんですね。で、最高になってて、その農業は戦争に負けましたんで、要はそこからその近代農業っていうのが始まったわけですけども、うんうんうん、近代農業の原点っていうのは、日本は国土が狭いですから、うんうんうん、いかに狭い土地で、いかにより収益を上げるかっていう方向性に切り替えたわけですよ。はい、形がその国策としてですね、うん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 、でその時にそのまあ一つはじゃあ外国みたいに自分たちで作った農産物を自分たちで値段を決めて自分たちで売っていくっていうものをその日本はそれを代わりに何かをやろうとしたのに生まれたのが農業協同組合っていうのが生まれたと思います。はい、そこからの組合の流れ。だから農業協同組合っていうものはその初期の頃っていうのは、うんうん、農家さん一生懸命あの農作物を作ってくださいと、うん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 、販売に対してはその私たちがやりますと、うん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 、それと同時にその農業復旧員農業指導員、はい、それを全員の農家さんがあの税営さんが出していたわけですよ。農業協同組合ですから、うんうんうん、年配とかそういったものがそれをこまめにやられてたわけですよ。そこが大きな違いですよ、他の国と。ところがその税産自体がそのは、まあ、だんだん大きくなっていったわけですけども、そこにその化学肥料とか、要は農薬が出てきたわけですよ。はい、で、やっぱりそこ の, あの会社っていうのは、ものはその、ね、全国にある農家さんを一軒一軒訪ねて営業するよりも、うんうんうん、一番大元の要は税営さん農協さんに農薬の説明をし、化学肥料の説明をし、売ってもらうということになってきたじゃないですか。そうすることによって農家さんその税営自体も今度はその利益が出るわけですから、うん、他もあの税営さんも税営というか農業協同組合も一丸となってその要はどう言いますか、いかにその狭い面積でいかにいいものを作っていかに大量に作るかっていうそういうふうになっていったわけですけども、ある時点から要するに変わっていったわけですよ。うーん、そのある時点っていうのはどういうことかっていうことは、農業協同組合としてその収益を上げなきゃいけませんから、今のその農家さん自体がどう言いますかね、要はあの野菜を農家さんから仕入れてそれを売るっていう そちらの方の利益と、農薬とか化学肥料を売ったものに対しての利益ってを考えた場合にそちらの方が多くなっていったと。だからその税営度 その農業協同組合 その銀行も銀行というかそういう銀行あたりももう自分たちで全部持つようになったわけですよ。うんうん、そう仕組みがもう本来の目的から変わってきてしまって全部その仕組みができちゃったわけですよ。そういうことですね。その中ではその今の農家さんの問題っていうのは自分が作って自分がその育てたものに対して自分で値段をつけられないということが一番問題でしょう。そういうその生産性っていうようなものはないと思いますよ。うんうん、生産してて自分で要は値段がつけられないわけですから。はい、うんうんうん、なんか改めてこう安武さんご自身がこうお仕事をされていく上で何かこう大切にされているもの、あえて言うならばこうどういったところがあるんですかね。大切にしているということはやっぱりその、はい、いいことも悪いこともやっぱりその見えない生き物ですので、うん、はい、それをその相手に伝えるためにはやっぱりその相手の立場に立たなきゃいけないということもやっぱりありますよ。やはり一番最初はどうしてもその先ほど一番目線にその微生物というのは弱いですので、うんうんうん、その弱いものでいった場合は農薬をかけられたらもう全部死んでしまうわけですよ。はい、うん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 、でもそれを言ったって今度は農家さんとすれば例えばその一旦まあ1000平米でほうれん草を作って病気になった時にその消毒されないとうちの微生物を使うんであれば、うんうんうん、
黙って指をくわえて見とかなきゃいけないのかと、うん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 、この問題に直面するわけですよ、やっぱり、はいはい、でそうするとそんなもんは使えないと、うんうんうん、こっちの言い分としては農薬はダメですというふうな言い分、うん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 、じゃあそのあなたの場合は安崎さんが言うのにそのじゃあ一旦の面積その病気になったら全部保証してくれるのかっていう問題になるじゃないですか、はい、うんうん、だからそれじゃなくてやっぱりお互いにその例えば農薬そのどうしても病気になった時にその、うん、どうするかっていうテーマっていうのはここにあるわけですよ、はい、うんうん、そうすると農薬のかけるタイミングとか希釈倍率の問題、はい、今度はそれにぶち当たってくるわけですよ、うんうんうん、じゃあメーカーが売ってる農薬の希釈倍率は適正なのかと、うんうん、ところが実際その農薬を使って実験してやっていくと4000倍に希釈してもやっぱり効くわけですよ。うーん、そうすると4000倍とか5000倍に希釈した倍率でいけばそれも水溶性でいけば、うんうん、要するに 2回か3回雨が降ったらもう残留性もなくなってきたわけですよ、うんうん、残留の検査もしましたんでね、はい、農家さんと一緒に、はい、でそこの中でそこがその技術の向上になっていくわけですよ、うん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 、だから常に思ってるのは、うんうん、その頭ごなしにその言うんじゃなくてやっぱり農家さんに対して同じ店に立つ、うんうんうん、もちろんその農業じゃなくてもその水産でフグの養殖とか、はい、うなぎの養殖とかタイの養殖とかにもうちの微生物使ってますもらってますからね、うん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 、だからその常にはその間の立場になってそこでその同じテーマの中で話ができるような場を作らなきゃいけないというのが一番大事ですね、うんうんうん、まあ、ちょっとこう農業に関するお考えとかを少し伺いたいなというところなんですけど、今、まあ、神社でですね、近くの秋葉神社さんという神社の境内で、本当にこう地域の子どもたちと私たちはこう稲を育てたりとか、まあ、お野菜を育てたりっていうことを、まあ、小さくやって、今こう3年目が終わったタイミングなんですけれども、なんかこう今ですね、こうオタマジャクシがちょうどこうバケツに現れたのがこの3年目だったんですよね。でそれを見た時に本当にこう地域の方と、まあ、またそこの、まあ、生命というか新しい命がそのバケツに宿るんだなっていうことになんかこう目の当たりにしたタイミングがあって、私たちからするとちょっとそういう角度からですね、本当にこうこのリージェネレーションのこう再生という今のこう書籍の中にも書いてあって、なんていうんですかね、こう身近にいかにこう小さい頃にそういったこう命だったりとか一つ一つのその微生物のお話もそうだと思うんですけれども、やっぱりこう目に見えないものとかまず言葉としてないものはそもそも認識をすることができない、出会ったことがないものっていうのは、まあ、その今後育っていく中でこう認識することができないっていうところが書かれていて、でそういう場を、まあ、私たちは私たちなりにちょっとそういう場を作っていこうというところではあるんですけれども、安武さんご自身が今本当にこうこれから生産者の方と共にでどういうふうなこう場だったりとか、安武さんご自身がこう歩む道っていうのを今後どういうふうにこう考えてらっしゃるのかなっていうのも最後にちょっとお聞かせいただきたいなと思うんですけれども、まあ、ちょうどタイミングよく先週の土曜日から今の農業大学に行ってる若者23歳なんですけども、はい、毎週土曜日はまあそのある企業がまあその私 もう高齢ですので、はい、その技術をその残していく、はい、そのまま絶やすのはもったいないということで、その農業高校1年生に毎週土曜日2時間か3時間ぐらいその微生物、国際微生物をずっと教えていくようになるんですけどね、はい、2年間そうなんですね、まあ、ええ、彼がどこまでまあ勉強するのか、希望が、まあ、そういうふうな、はい、もう私の年齢になってくると、うん、そういう後のことを考えなきゃいけないっていうので、まあ、今教えてる農家さんがそれをまあ着実にやってくれたらいいなと思ってますね、うん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 、そのコロナ禍でいろんな社会が変わったっていうのは事実です、はい、ものの考え方も違ったと思うんですけども、うん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 、仕分け方が日本人というのは分からないですよ。そうですね、どうしてもこう目に見えるものというか、まあ、なんかそれこそマスクの象徴かもしれないですけど、どうしてもこう見えるものに安心感を得るというところもあって、見えないものに対する想像力というものがなかなか、そうですね、こういった機会がないと難しいのかなとは思いますね。私が勉強になっているのは
建築の時とそれからこの見えない微生物を扱うことによって、はい、そういうことを勉強するようになったということが大きいですね、うん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 、だから建築をやってる人だったらこんなこと多分勉強も何もしてないですよ。タワコロカフェさんの農園があるんだから、はい、いろいろとこで実験されたらいいんじゃないかな。だから枯れたりとか、うん、その亡くなった時に病気で枯れたと思うのか、うん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 、自然に適応できなかったと感じるのか、うん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 、その時はまたその違ったやり方をやっていくとか、うんうん、そういうふうなもので要は技術の進歩なり何かをそこで学んだらいいんじゃないですか。そうですね、ちょっとみんなで本当に実験と重ねていく感じですね。やるしかないですよ、だって生き生きてるものだから、はい、うん、成功したものは別に何も問題ないんですよ、うんうん、だから議論するうちにああよくできたね、もうそれで終わりなんですよ、うんうん、やっぱり失敗っていうようなものは目に見えないもので失敗したりも、うん、まあ、目に見える野菜栽培でもなぜ失敗したかとか今、うんうん、その原因をその探ることの面白さ、うん、そしてそれを改良してまたやった時は新しいものがあのちゃんとしたものができた時の喜び、うん、これを感じないからですね、うん、その素晴らしいと思いますよ、それを感じてやっていくと。それが、まあ、あの常に進歩していくと思いますよ、はい、今日ちょうどあのカフェの方にも高校生の子が来ていて、結構こうなんていうんですかね、なんでこう目の前の、まあ、コミュニティを作りたい、でもなんかみんな本気になってくれない、どうしてなんだろうとかっていう、なんていうか、どうしてもこう結果を急ぐというか、まずはコミュニケーションであったりとか、人と人との関係性とか、はい、まあ、生きていく上でのこうそもそものこういろいろなつながりだったりっていうところのこう目に見えない部分っていうのをどうしてもこうなんか抜けがちで、結果を急いでどうしてできないんだろうっていう、できないっていうところにこうどうしてもこう意識が向いてしまうかなっていうところもこう感じるんですけれども、なんかこう安武さんのようにそれこそもう何年スパンですよね、3年7年5年とかそういうスパンで一つ一つのこう関係性を築いていきながら、それをさらに仕組みを作って発展していくっていうようなこう実践をされてらっしゃるっていう、今回お話を伺って、なんかさらにですね、私たちが今こう自然農法学ぼう会でもあの矢崎さんに今度講師をいただきますけれども、そういったこう生き方とか考え方っていうところからですね、私たち自身 の, あの生き方とかこうコミュニティの在り方っていうのがあの本当にこう伝えていける部分があるんじゃないかなと思いまして、非常に勉強になりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。なんかこう いろんな角度でお話しいただいたんですが、私あの微生物の話でしたけれども、うん、なんかちょっと自分たちが向き合ってる企業の組織を想像しながらちょっと、ね、うん、あのお話を今じっくり聞いてしまいました。いかがですか。やっぱり組織もね、やっぱりこう目に見えないあの部分をね、やっぱり扱う部分っていうのはすごくあると思うんだけども、まあ社長さんだったりとか、まあ、我々コンサルティングもそうだけども、目に見える部分、まあ誰かがこう、まあ、すごい大変そうな顔してると、でも、他の人は笑顔でやってるから、まあこっちは大丈夫かなとかって言いながらも、でもそこにももう大きな、またはそう目に見えない変化というのがね、そこに現れてるわけだよね。でそのところを、まあ、安武さんの先ほどね、ほうれん草の話じゃないけども、こっちなんかどんどんすくすく伸びてて、こっちはあの微生物をやった方はなかなか伸びてないなって言って、そこで終わらしちゃダメなわけだって、そこから先にちゃんとこう安武さん自身が自分 の, その、まあ、思いや信念というのをねしっかり持って、そこを探求していくその姿勢というのはね、やっぱすごいなと思うし、やっぱりその本にはこういうふうに書いてあったけども、師匠が書いてあったものがこういうふうに書いてあったけども、でも実際に実験してみたらそれうまくいかなかった、そしたらその師匠のところの源流に遡って、でその、うまくいかなかった理由を師匠と一緒に探求する、そうすると例えば水の中に塩素がね、含んでいたんじゃないかっていうところが出て、まあ、そこから、まあ、さらにね、この実験を続けてみようというね、だからほとんどの人はその手前で終わらせてしまう、または信念を持ってないで、なんとなく、まあ、日々過ごしていく、まあ、ここのところがね、やっぱり安武さんの中からはすごくね、こう、まあ、目に見えないものに対する姿勢というのをね、我々自身ね、参考になる部分だし、まあ、実際にね、実践していかなきゃいけないところじゃないかななんていうのをね、感じたりとかしたなというふうに思いました。
途中頭ごなしに言うんじゃなくてっていう言葉もありましたけれども、組織も同じですけど、目に見えないものをこう相手にいろいろ私たちお仕事を働かせていただいてるわけなんで、ちゃんとそこに想像を巡らせて、そこから学ぶという姿勢を大事にこう探求をしていこうっていうふうにちょっと強く思うお話でした。はい、貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは次のコーナーお願いします。今日も元気に野菜がうまい、シマウマ田所カフェコーナー。はい、有限会社人事労務が運営する903シティファームが、2020年秋にオープンした田所カフェ、ノート食で地域がつながるをコンセプトに、台東区かっぱ橋通りで90分圏内で取れる、新鮮安心安全な無農薬減農薬のお野菜を店頭で販売しております。安武さんの、はい、関わるところからも、はい、はい、仕入れさせていただいております、はい、でまた、それらのお野菜使った優しいメニューをボランティアメンバーの皆さんとともに提供しております。今回はですね、この度、よみがえる浅草田んぼプロジェクトの活動が、名誉ある賞に、選ばれたということで、ご報告をさせていただきます。合わせて903シティファームの活動実績を測る指標、TJ 指数ですかね、についてご説明しております。それではVTR ご覧ください。今日も元気で野菜がうまい、シマウマ田所カフェコーナー。皆さんこんにちは、田所カフェの白川です。本日は田所カフェからのご報告です。この度私たちが開催するよみがえれ浅草田んぼプロジェクトの活動が、文部科学省の青少年の体験活動推進企業表彰において優秀賞に選ばれました。今年で4年目となる浅草田んぼプロジェクトは、かつて台東区に広がっていた田園風景をもう一度よみがえらせたいという思いで、農と食を通じて暮らしから生まれる働く豊かさを育んでいきたいと、地域の神社さんをお借りしてバケツ稲やプランターで子どもと一緒に野菜を育てる体験など、地域の親子の皆さんと活動をしています。人と人、人と自然、自然と自然とのつながりといった、ものずからそれらのつながりを体感していく中で、子どもたちの生きる力や主体性を育んでいきたいと思っています。この活動を通して、私たちの活動がどれだけ子どもたちや地域の主体性を育んできたのかという年度ごとの実績を測る5つの指標を表しています。その指標は、1、虫さんの種類、2、浅草田んぼプロジェクトの参加者数、3、秋葉マルシェの来店者数、4、共感資本通貨ユーモの使用量、5、地域通貨小雪法です。1、虫さんの種類は、今年になってオトマジャクシが現れたりと、これまで見られなかった多くの虫たちの姿が見られるようになりました。2の浅草田んぼプロジェクトの参加者数については、最初は1回あたり3家族ほどしか参加者数がいなかったんですが、昨年から毎回10家族ほど参加されるなど、みんなで楽しく地域の活動を行っています。3の秋葉マルシェの来場者数については、ご縁のある方々に出店をいただきながら、地域が緩やかにつながっていく場となっています。4の共感資本通貨ユーモについては、共感でつながり循環するお金の仕組みということで、新たなご縁や地域をつないでいくきっかけとなっています。5の地域通貨小雪っ子については、今年の6月からスタートする予定ですが、私たちのこの台東区をつなげていく試みとして、小さく歩みを進めていこうと今プロジェクトを行っています。このような指標を見ていきながら、これからさまざまな循環が地域へ広がっていくことを皆さんと見守っていけたら嬉しく思います。今回の表彰は2月末に二次審査を控えており、プレゼン発表を行う予定です。ここまで多くの方々のご縁とお力をいただきながら創造してきた場、名誉ある賞をいただけたことに感謝をしながら、さらなる挑戦に挑みたいと思います。そしてこの活動をこれから継続していくために、私たちの活動をに盛り上げてくださる方を大歓迎
定です。ぜひ田所カフェまで遊びに来てください。待ってます。はい、次回のラジオの時に用意をして。そうですね、まあ、こちら結構ね、そう、清水建設さんとか森ビルさんとかね、サントリーさんとか、まあ、名当たるところの中に、まあ、選ばれたということで、まあ、今ね、ちょうど盛り上がってますけど、最終、まあ、審査に向かって、今、皆さん、頑張ってる。そんなところですかね。まあ、人と人とのつながりや自然とのつながり、まあ、そして自然と自然とのつながりからやっぱり主体性というものが生まれてくるのかななんていうところを今まさにね、目に見えない主体性というものを、まあ、まさに安武さんの実験じゃないですけど、今探求をしているそんな最中です。はい、はいはい、近い本当に良いお知らせをできるようにみんなで頑張ればと思います。はいはい、それでは、リスナーの皆様、いかがでしたでしょうか。下町しまうまラジオのホームページからも、過去放送分ご覧いただけますので、ぜひホームページの方もご覧ください。はい、第26回目の放送を聞いていただきましてありがとうございました。次回放送は2月の28日火曜日14時からになります。次回もお楽しみにしてください。ありがとうございます。